わからちゃん気づきそうだな、ここで。何かわかるわけでもなさそう。アリナちゃんの元気な姿で、さすがガチ勢。カラスのせいがちょっとね、見守ってる。うわ、これやべえ。ちょ、やばい、息ができなくなってきた。はい、どうも、アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、推しの子、第23話、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。推しの子ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第23話、2期12話というわけなんですけれども、さて、最終話に関わらず、前回ついに現れました。やっと出てきたよ！アクアの父親。いやー、ルビーとアクアの父親が出てきた、愛の旦那が出てきたわけなんだけど、いやー、ろくでなし臭がすごいですね。っていうわけで。さあさあさあ。そして、アカネも、ちょっとアクアが復讐をやめたけど、まあ、落とし穴があるよねっていう。まあ、そこに気づいて、復讐の道に戻すかどうするかっていうところにかなり葛藤を抱えているし、ちょっと心当たりありそうなんだよね。ちょっと心当たりありそうなところが気になるわけでもあるわけなんですけど、いやでもちょっと、ねえ、ちょ、前回コメントでいろいろと言われて、確かにそうだなっていうなったポイントとかもいろいろあるんですけれども、とりあえず、宮崎旅行、どうなっていくのか、アクアが復讐の道に戻るのかどうなのか、ちょっといろいろと、ちょっと読めないところでありますので、今回も注目してやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。スメール。さあ、レッツゴー。このグラサンの人気になるなぁ。そう、前回さぁ、僕もさぁ、アクアに復讐してほしくないからさぁ、抜け道に気づかなかったんだけどさぁ、そうか、姫川さんの母親が、不倫していた可能性を、頭から抜いていたなぁ。そうか、ってなると、どうなんだろうね。お母さん、姫川さんのお母さんも、ワンチャン、殺されちゃったのかなぁ。名前は知りたいなぁ。名前わかんないかなぁ。有名人じゃなさそうなんだよね。どうなんだろう。裏方かなぁ。さぁ。MV 撮影。まあ、スタッフさんかな。この作品。この作品さ、おじさん以外の裏方はしっかり花があるからさ、裏方なのか表方なのかがわかんなくなるよね。演者なのか。OK, let's go. さて、さあ、病院。ゴロさん？さあ、この関係性。気づくとき来るのかな？まあ、ルビー、うわぁ、仲良し。アクアがどう思うのか気になるな。ルビーが気づいたら結構さらに続行になりそうなんだけど。おう。ポッピン2。ああ、可愛い曲。頑張れ。そうね。お母さん？ああ、どうせだよ。うん。あ、アネモネモネモネ。あ、この人か。あら。
あら、いや、すごいね。すごいな。横のつながり強いな、メム長。もう、コネマジンすぎるって、メム長。リングジップでっか。あら、あははは、やばい、そうだ、ついてく。あははは。そうね。さあ、妹。そうか、初対面。あ、心のね。心も綺麗だしな。これでも、バレそうだな。そうね。うん。うわっ！ちょっとちょっと、かなちゃん、かなちゃん。やばい。かなちゃん、かなちゃーん。やばい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 。泣いてる。かわいそう。かわいそう。かわ、めむちょ板挟み。あー、でもこれなんか気づきそうだな、ここで、宮崎で。なんか痕跡つかみそう。愛の痕跡つかみそう。名探偵だからな。さあ、高千穂。神だね。神々が背中にいるぜって。日高さんも言ってました。さあ、いい。うん。そうねー。うん。さあ、アネモネさん。うん。もうここに定住してる人なの？ここをセッティングしたわけじゃなくて。ああ。ほぼ動くことはなかった。うん。ああ。へえ。あ、そうなんだ。ここなんだ。宮崎なんだ。その前に？あー、まあ。そこまで余裕がないか、時間的に。完全にデートになるな。天の岩戸。え？あ、宮崎なんだ。うん。うん。お。わお、病院。すごい、いっぱい準備してる。ここだよね、やっぱり。ここだよな。掴みそう、マジで。さあ、五郎の痕跡は？
雨宮なの。うん。ああ、そうかそうか、見つかってないんだもんね。ああ、まあそうか、15年だもんね。ああ、ここ。ついつい原因をでも追ってしまうんだね。怖いてー。あー、ちょっと。あ？探し物？自分の体？え？ああ、さすがに、でも、構、ああ、昔の自分。そうね。何かわかるわけでもなさそう。お？雨宮。昔の家？実家か。ああ、祖父が。だから！さあ、そうか。だからか。ああ、なるほどね。なんか、親が無情すぎるな。そうか、親が来ない。そうか。
そんなさりな、え？え？誰？誰の声？え、何者？え、何者？ああ、もうこんな、サリナちゃんの元気な姿です。うん。ああ、なるほど。あら。あ、しっかり。あら、演技かと思ったけど漏れてたんだね。へえ。そうね。そうね。あら。ねえ、本当に。こんだけ気合い入れてると、すごいね。でも本当に一発のアイドルの MV ぐらいお金かかってんじゃないこれ。うん。ああ、メムチョの？ん？あ、先に撮っちゃったんだ。すごい顔。ごめんなさい。かわいい。あ、あかねちゃんって知らなかった？そういえば。あ、さすがに知ってるか？ああ。やばい。そうだ。そうだ。役者有馬かなじゃないと。お？やばい。あかねちゃんの解釈が。あ、すごい。しっかり者すぎる。いや、さすがガチ勢。もう完全にママ。捨てママあかねさん。あら。そうね、そうね。反転役。かわいい。二人とも。そうか。あら。そうね。あまりちょっと。わあ。あかねちゃんがこれを言うところがまたね、ちょっと、含みがあるな。
が、これだもんね。ああ、やだ、これは絶対やだ。ちょっと、置き換える？あらあら、懐かれてるね。かわいい。カラスのせいがちょっとね、見守ってる説があるんだよね。ものによりけり。あ、なんか取られた？クソカラス、取られた。鍵をしっかりと、光ってるからか。土地勘ある。これ、まあ、そこら辺で辻褄が、図らずも近づいたな。すごい気軽な。そうかそうか。お母さんやってたもんね。あら。そうね。アクアという恋人がいるところでね。近くにいるよ。先生。ここの、カラス飛ぶね、よく。これは、今、現時点ならゼロだけど。ただ、兄弟なんだよな。血が繋がってるんですけど、どうしたらいいですか？そうね。そう、ゴロ自体もわかんないからな。まあ、トラブルがうんぬんかんぬんは。これ、なんかカラスが意志を持ってる。何これ？トトロに会えそうな場所。すいません、名前出してしまいました。何ここ？本当に天の岩戸みたいになる？ん？何？もう！
え、しかもこれゴローじゃない？てか、名札ない？うわ、これやべえと、あ、チョコ、どんどんあ、やべえ、ちょっと待って、あ、パニック起こしそう。あ、やべえ、いいかよ。なに、意志持ってるだろ、あのカラス。やばい、あ、ちょっと、心臓がやばい。マジでやばい。ちょ、あのカラス絶対人間だろ。そういうことか、これ。あ、マジ？あ、マジっすか？うわ、これ、うわ、あき、うわ、マジ、えぐ、これ。どうだ？と待って、ああ、だから、これもえぐいな、マジで。見せ方がえぐいわ、本当に。ちょっと、まあ、じゃあ、いいや、この感想入ろう。あ、はい、見終わったわけなんですけど、ちょっと、待ってくれ。ああ、ちょっと待って、整理がつかないまま、とりあえず感想を言おうというふうに話してるんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、どっから入ろう。でも、これマジでやばいな。これ、ピーポーでしょ、完全に。いや、警察を呼びましょうっていう話であるんだけど、ゴロの死体、ああ、なんでそんなところにあってみ、ね。いや、誰が運んだの、そんなの。いや、確実に隠蔽しにかかってない、あんなの。誰かがやってるけど、いや、ちょっと待って、でもそんなことよりさ、それを見てしまったルビーの気持ちを。え、ってか、やばいって、これマジで。あー、ちょっと、すごい、ちょっと、あれ、情報が多くて頭の中の整理がつかない。どこから話そうかな。あかね、見ちゃダメだよ。白骨死体の中にゴローの確定の要素。めちゃめちゃルビーがゴローのこと好きじゃんとかもそういう風に思ったら、そういうこと、ちょっと待って、自分の中で整理をつけるのは良くない。まず、これは良くないな。アイドルをやる意味がなくなってしまうわけですよ。言ってしまうと、愛に次ぐアイドルになることによって、ゴローに見つけてほしいっていうのが、まあ、まずルビーの目的ではあるわけですよ。アイドルが好きだっていう、愛が好きだっていうのは分かってるわけだから、ゴローが。ってなれば、愛と同じ輝きを放せば、絶対、ゴローは見つけてくれると思ってるんだよね、ルビーは。この、あれの中で。私の輝き、愛に近づけば近づくほど絶対来てくれる。特に新生 B 小町なんて名乗れば、来てくれると思ってるわけだよね。いつか見て会いたい。サリナだよっていう風に言いたいんだよな、きっとルビーは。ゴローに対して。だから多分言うつもりだと思うんだよね。16歳になって私サリナだよっていう風に言えば確実に伝わるから、言いたいなと思ってるんだと思うんだよ。ねえ。だからビーコバチって名前つけたのも少しでも多分ゴローに近づくためだったんだね。これは多分、きっと。愛のことが大好きなのはもちろんだし、リスペクトもあるのもわかってるけど、その裏にはそういう目的もあったわけだよ、きっと。でもそれがついえるわけだよね。これはマジで良くないし、分かったぞ。分かった。もう分かりました。そうか。あのね、突如としてね、ルビーのファンアートがね、いきなりツイッターに僕流れてきたんですよ。TL に。もうだからその瞬間に急いで僕はもう、ミュートワードに入れたんだけどさ、ルビーって。ルビー推しの子を入れてるんだけど。そういうことか。分かった。これ、バレるな。どっかで見つかるな。これ。そうなるんだろう。分かった。もう好き好き結婚してでも多分、ルビーの状態でこれやる気だろ。まあ、それは、まあ、さておいて。まあ、それは未来の話だから置いておいて。
あーいやでもこれどうでもどう光にするでこれしかないよね。でもでもさアクアからさルビーイコールサリナになる情報ってないよね。いやないし二人がサリナとゴローである、サリナだっけ、サリナでいいんだよね。サリナとゴローであるっていう風に決定づける証拠みたいな物証がないんだよな。いやだから唯一可能性があるのはだからあの高級無限推しっていうあのキーホルダーを持って私の大切な人大好きな人の形見なんだよっていう風にアクアに言うっていうことぐらいなんだよね。うん、私が死ぬ前に大切な人に渡したっていうことを明かすしかないんだよな。だからそれで近づく可能性があるんだけど、それをできるメンタリティなのかどうなのかっていうところなんですよ。わざわざできるほど、まずルビーの感受性の豊かさ的なものもそうだけど、何もかも純粋じゃん。ルビーっていろんなものが新鮮に映る。特に前世があって、前世の中でもやっぱり愛かそれ以外かみたいな、病院の景色かぐらいに結構景色がこうグッてなった状態で新しいものをパーって光り輝くように理性がある状態で見てるから、かなりね全ての刺激が強烈に映ってると思う中で、この刺激にルビー自体が耐えられるのかっていうのが非常に気になる。だから普通の、多分普通に生きてきた人たちなら多分大丈夫だと思うんだけど、より一層抑うつしたね、抑うつしたというか、この抑圧されてきた前世があるからこそ、ルビーってこの今の刺激を本当に強く受けそうだから、このショックから立ち直れなくなりそうな気がするんだよね。かなり深い傷になりそうな気がする。普通だったら多分時間をかけていけば修復できるものだけど、やっぱり時間の中でこう時間をかけてずっと大切に持ってきたものがいきなりガシャって崩れてる状態だから、それが元に戻らなそうな気がするんだよね。これ何言ってるか分かんないと思うんだけど、もう感覚で話してるからあれなんだけど、だから本当にねえ、だから形見をアクアに見せて、これが前世の時のうんぬんかんぬんで説明する余裕すら生まれなさそうなのよ、その精神的な。多少なり、多少なり理解はでき、どうだろうな。愛が死んで多分愛と同じぐらいでかいと思うんだよ、ゴロの存在って。ごめん、変な感じで喋っちゃった。だと思うから、これやばいよね。生きる希望がすべてついえたに近いものがある。これ完全に、これだ、もう、どっちだ、これちょっと、これどっちだってほどでもない。これ、マジで。だから、愛の復讐をするのがアクアで、ゴローの復讐をするのが、ルビーっていう形になるの。これもう、アカネちゃんの負担がえぐいって、これ。アカネの負担がえぐいよ。アカネの心的負担がえぐすぎるって、ちょっとこうなったら。ねえ、どっちを見てるわけだから。やばい、どっちの味方をすればいいのみたいな。お姉ちゃん協力してくれる？ゴロウさんを殺した犯人を突き止めるわ。ちょっと手に余るってなっちゃう。手に余るってなっちゃうわ。いや、ドギチー、マジで。いやー、そういう流れか。あのカラスのせいは何者なんだ。そして、ねえ、あの白い女の子。あれ絶対カラスでしょ。あの持ってるキーホルダー、それだったのか。えぐいなー。やってくれたなー、あのカラス。カラスは知能があるということがね、はっきりとわかりましたね。カラスは賢いから、覚えてたんだろうね、きっと。きっと覚えた。あそこら辺に住んでるカラスなんだよ、きっと。多分。覚えてて、ね、カラスとか鳥って人の顔忘れないって言うから、きっと覚えてる。あの時の、ゴロー先生に、もうサリナだって分かったんだろうね、振る舞いで。多分そうだった。そうだと思って。じゃあ合わせてあげよう、ゴローにっていう。もうカラス余計な優しさいらないから。カラス。地獄。何この地獄。どうするこれ。どうする。ねえ、ゴロウさんの話がもうすべて吹き飛んだわ。ねえ、大好き大好き好き好き結婚して。これ絶対なるよ。これ絶対なるって。なったからファンアート増えたんだって、ルビー。どこで気づくんだろう。でもちょっと気になるけど、繋がる要素がわからない。もうちょっといろんな情報がいっぱいになっちゃった。ちょっと今回で。でもね、ちょっとゴロウよりハードル高いよね。正直。ルビーとゴローが結婚するよりも、ルビーとアクアが結婚する方がハードル高いんだけど、どうする。血が繋がってないことにしないといけないんだけど。さすがにね。さすがにちょっと、業が深くなっちゃうから。ちょっと、かなちゃんエンド
アカネちゃんエンドはね、まあ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 、どっちだろうなって思ったりするけど、ルビーエンドはちょっと業が深いよな。業が深いけど、まあでも別に、一緒に暮らしていってずっと家族でいようっていうなら、なんで、まあ別に否定はできないのかなって思ったりもするわけなんですけど、どうしようどうしよう、心がぐちゃぐちゃだ、もう。はい。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。次回最終回だそうです。どうなっていくのか注目していきましょう。とにもかくにも MV 撮影、波乱を予感させます。この精神状態で多分、ルビーはいけるか？でもこれでやってこそでもアイドルだよね。正直。このメンタルを全部グッて封じて、アイドルやるのが、もうルビーだっていう風にも思いたい。うん、愛の子だなっていう風に思いたい。うん、アイドルとして。自分の闇の部分だったり見せたくない部分を徹底的に隠して、みたいな。うん、愛の子だなって思いたいな。でも、いや、いつ気づくんだろうね。気になるね。うん。僕も早く、多分もう、絶対そうじゃなくて、ファンアート、もう突如としてさ、ルビーのファンアート大量に流れてきて僕もびっくりしちゃってさ。はい。というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わろうと思います。気になるね。気になる要素しかない。ちょっと展開的には辛すぎるよ。正直。あんなにだって大好きな人、大好き、五郎先生大好き、ああ死んでるって、もう無理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 、カタツムリ。はい、以上、財前でした。バイバイ。